バラララ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  Looking from a window of the moon 電車で新幹線の駅まで行きます。シャールンの駅に着きました。こっちが新幹線です。初めての台湾新幹線です。すっきりとした駅です。ネット予約してるんで、あの緑の窓口みたいなところでちょっと発見しようと思います。あったあった、左手にチケットセンターありました。モスバーガーとセブンイレブンもあります。よかった、無事発見できました。チケットね、こんなコンパクトなカードなんですね。電光掲示板見てたら高速鉄道の、あのお弁当もあるみたいなんですよ。なんでちょっとそれを探してみようと思います。スターバックスとここなんだろう、ここもご飯屋さんかな、お店があります。こっちにはミスタードーナツもあります。でもね、お弁当売ってないですね。すごい美味しそうなんですけど、あれ、あれは日本の昔の新幹線じゃないですか。セブンイレブン見てみようかな。お土産も少し売ってます。お弁当探したんですけど売ってなかったです。どこで買えるんだろう。上の階もあっちあるのセブンでしょう。ここも弁当屋さんだ。多分違うかな。10時オープン。でもこれ新幹線弁当じゃないね、別に普通のレストランのお弁当だ。セブンイレブンでマンゴー買ってきました。美味しそう。あとね、あの新幹線でお弁当もし買えなかった時のためにこのセブンでこのおにぎり買ってきました。このポータマみたいなやつなんですけど、このお弁当テイストになって、これね、美味しそうじゃないですか。結構ね、大きいんですよ。無事、改札入れました。あ、1個前の便が来てます。こっちかな、1は。新幹線だ。あ、人いっぱい降りてきた。窓際取れなかったんですけど、まあ、乗れただけ良かったです。
配中なんですけど、お弁当売らないのかな。これレンチンしないと食べれないやつだ。ご飯買った。シャトーのね、ご飯みたいに温めないとダメですね。もうすぐ台中に着きます。台北着きました。改札出ちゃったわ。お弁当売ってなかった。台鉄弁当の方買っていきます。とんかつ弁当みたいなの買いました。すごいね、ここ充電できるようになってる。空港のフードコート来たんですけど、今日すごい混んでます。初めて見たと思う。自分はこのとんかつ弁当で、ルンちゃんは豚の角煮弁当です。今日人多いですね。みんなやっぱ端午節から帰ってきたんかな。台北も e パスポートで自動化されてました。すごい楽。今日はラウンジ行く時間ないんで、もうそのまんま飛行機乗ろうと思います。成田に到着しました。今度は5日後に一人でハノイ行きます。なのでまたハノイでお会いしましょう。また。